今日車を運転していた時大きな気づきがあったのでシェアします。つまり私たちはなぜ車を運転するかについて初めて納得のいく答えに出会ったのです。ご存知の通り車を運転すると常に事故や怪我や死と背中合わせです。運転中は程度の差はあれ常に自分の恐れと向き合っています。にもかかわらず私たちはそこから逃げることなく運転をして目的地に到着します。このリアリティをありのままに理解すると私たちは死の恐怖から逃げずに向き合い行動し続けるとメンタルが強くなり目的地に到着し様々な恩恵が得られるということが見えてきます。すなわちコンフォートゾーンに居続けていては何も得られませんが不安や恐怖やリスクから逃げずにまっすぐ向き合ってコンフォートゾーンの外に出るとそれまで体験できなかった新しい世界を体験できるということです。進むべき方向はコンフォートゾーンではなく不安や恐怖の方向だったのです。比喩的に言えば古い自分が死に新しい自分になる体験とも言えるでしょう。さらに言えば車の運転を恐れていた頃の自分の背中を押しコンフォートゾーンの外に促そうとしていた存在こそ本当の自分であるということが見えてきます。恐れてビクビクしている小さな自分を脱皮させて死の不安を乗り越えて成長させようとしている大きな自分こそが私たちの本質なのだと気がつきました。